テクノブレイクって言葉、響き良すぎません？あ、やべ、オープニングいきます。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ナオヌです。さあ、早速ですが、今回は皆様の身近にある様々なものの、意外に知らない正式名称をずらっとバラッとウサインボルッと8つ紹介していきます。早速1つ目です。トイレットペーパーの三角折り。はい、こちら名前が気になったことある人0人説でおなじみ、様々なホテル、旅館、飲食店、そして家庭で見かける、次に使う人のことを考えに考えた愛の印、トイレットペーパーの三角折りですが、こちらにはファイヤーホールドという正式名称があります。この起源に関しては諸説ありますが、消防士が緊急時にトイレットペーパーを少しでも掴みやすくして迅速に対応できるようにするためにできたと言われております。次行きましょう。視力検査で使う C マーク。はい、こちら見たことない人はいない、視聴率 100% でおなじみ視力検査の C マークですが、ランドルトアという正式名称があります。このマークが誕生したのは今から100年以上前で、フランスの眼科医エドムント・ランドルト氏が1888年に考案したことからランドルトアと呼ばれています。つまり視力検査でこれはって聞かれてわからなかったら、ランドルとはと答えたら正解になります。あっぷね、滑るとこやった。いや、滑ってんねん。次行きます。目が覚めた時の手や腕のしびれ。はい、こちら経験してるの俺だけじゃなかったんだでおなじみ、睡眠から覚めた時の手や腕のしびれですが、こちらハネムーン麻痺という正式名称があります。自分の腕を自分の体で圧迫して麻痺させるという冷静に考えたら自傷行為ですが、ロマンチックな名前がついています。今日朝起きたらさ、ハネムーン麻痺でさ、えお前ハネムーン行ってたのってなりそう。次行きます。新品の靴下の先についている金具。はい、こちらこれがついていたら新品の証でおなじみ、新品の靴下を一足に留めている金具ですが、こちらにも即パスという正式名称があります。この金具を広げた形がコンパスに似ているということから、ソックスとコンパスを合わせて即パスと名前がついたとのことです。ちょっと無理やり感ありますよね。次行きます。みかんの果肉についている白い筋。実は栄養価が果肉よりも高いと知ってはいるけど、美味しくないから取ってしまうでおなじみ、みかんについている白い筋ですが、こちらはアルベドという正式名称があります。このアルベドは食物繊維が豊富で、ビタミン P が果肉よりも300倍含まれているそうです。ちなみにビタミン P は毛細血管を強くする、活性酸素を除去する、悪玉コレステロールを低下させるといった効果が期待できます。次いきます。アルミホイルを噛んだ時に流れる電流。はい、こちらそういえば子供の頃に経験したことあったかもでおなじみ、アルミホイルやスプーンなどを噛んだ時に微弱な電流が流れることによって痛みを伴う現象なのですが、この電流の正式名称はガルバニ電流というそうです。これ嘘みたいな話なんですけど、銀歯などがある方はアルミホイルを噛みすぎると歯が焦げて黒くなることもあるそうなので、アルミホイルを噛む癖がある人は注意してください。次いきます。福引きのガラガラ。はい、こちら別名ポケットティッシュ当選機で老若にゃんにょに親しまれている福引きのガラガラですが、これにも正式名称がありました。洗い式回転抽選機です。難しい漢字ですが、読み方はそのまんまといった感じです。漢字だけにね。ん？帽子屋を営んでいた新井拓也さんが考案し、特許を取得した抽選機だそうです。一度でいいから金の玉出してみたいですよね。最後いきます。トイレなど水回りの詰まりを解消してくれるこの道具。はい、これ皆さんなんて呼んでますか？地域によって違うと思うのですが、ギュッポン、ボンテン、ガッポン、スッポン、ズッコン、バッコン、パッコン、ペプシ、カッポン、キュッポン、パフパフ、キュポプク、キュポキュポと様々な名前で親しまれていますが、正式名称はラバーカップという名前です。飲み会なんかで女性が胸のサイズ聞かれて答えるのが嫌な時にラバーカップですとか言ったら、多分その男性は二度と女性に胸のサイズを聞くことはないと思います。といったところで、今回の動画は以上となるまげどん。動画が楽しければ高評価お願いいたします。それではおやすみなさい。急ぎんちゃく。